タムシバは木蓮か木蓮属の落葉症高木。別名を匂い拳といい、花には芳香がある。早春に白い六弁花を葉に先立って咲かせる。拳に比べると幹回りも背丈も小さめである。花は拳に似るが、拳が花の下に葉が一枚ついているのに対し、タムシバは花の下に葉がない。ただし、葉の出現には、 個体差があるため花の咲き始めでは見分けにくい場合がある。葉は、拳の葉が高等卵系であるのに対し、タムシバは高皮神経、または長大型で、かつタムシバの方が細長い。葉裏もタムシバの葉裏は白身を帯びている。またタムシバの葉は、噛むと独特の甘みがある。果実は、袋花が集まった、集合花で、 タムシバの果実は拳に比べるとやや小型で、形もねじ曲がらない。3月末から4月初旬にまだ冬枯れの山々を白く彩るタムシバ、カムシバの別名を持つが、これは早枝を噛むと独特の甘みがするためにこの名前がついた。これが転じて、和名のタムシバとなったと言われる。タムシバは西日本に分布する高木型と東日本に分布する低木型がある。 高木型は、おしべ数40から 60, めしべ数30から50であり、低木型は、おしべ数50から 70, めしべ数15から40と大きく異なっており、これら2型は、別種と考えられる。ありがとうございます。